英国 NHS の保健センターアイルランドコリダフ、村の保健センターフィンランドハリコ氏の保健センター保健センター、ヘルスセンター、地域保健センターとは、総合診療医及び看護師らが務めている診療所である。一般的には、家庭医療及び歯科医療を行っており、一部ではさらに内科、小児科、婦人科、家族計画、薬局、臨床検査なども行うところがある。 アイルランドの医療も参照アイルランドでは政府機関ヘルスサービスエグゼクティブによって運営されプライマリケア及びコミュニティケアが提供されるアメリカ合衆国の医療も参照米国では2006年にナショナルアソシエーションオブコミュニティヘルスセンターズが13から64歳の総合診療及び歯科診療者に対して即時で無料の HIV 検査を機械的に行っている イギリスの医療も参照イギリスの地域保険は全国10ブロックの NHS ストラテジックヘルスオーソリティが担っており現場のサービスは社会下の組織より提供されるカナダの医療も参照オンタリオ州ではコミュニティヘルスセンターズが40年以上運営されている CHC は市民が病気になった時に治療するのではなく人々の健康状態を保つことに努めている 多くの CHC は電子カルテシステムを活用し、医療に対し、学際的アプローチにて取り組んでいる。ケベック州においては、地域サービスセンターが CLSC として知られている。CLSC は定期的に保険ソーシャルサービスを提供し、また予約があるなしに関わらない総合診療医の診察も提供する保険証及び 市町村保健センターも参照日本では地域保健法に基づく保健所は都道府県特別区政令指定の都市レベルの事業である一方で市町村保健センターは市町村の事業とされる中国では2011年時点では地域保健センターは32,821施設存在しまた5レベルにおいては37,374の 保健センターが存在する。フィンランドの医療も参照フィンランドでは各自治体がセンターを設置運営する義務を負っており、センターに勤務する総合診療医、保健師、司会によってプライマリケアが提供される。GP の住民受け持ちは医師一人当たり約307人ほど。コミュニティヘルスセンターズ、インテグレートラピット、HIV スクリーニングイントゥールーティンプライマリーケア。 リーディングツー・シグニフィカント・インクリースス・インテスティング・レイツ・エージェンシー・フォー・ヘルス・ケア・リサーチ・アンド・クオリティ・2013年5月10日、閲覧、イギリスにおける地域包括ケア体制の地平、海外社会保障研究第162巻、国立社会保障、人口問題研究所、2011から2012年海外情勢報告、厚生労働省、 チャプト 3.3?http コロンスラッシュスラッシュ www.mhlw.go.jp スラッシュ wp スラッシュ hakusyo スラッシュ kigai a スラッシュ13スラッシュ ab Association of Ontario Health Centers Association of Ontario Health Centers 2013年9月24日閲覧 ローカルコミュニティサービスセンターズ。サンテ、モントリオールポータル、グーベルナマンジュクイベック、2014年8月10日、閲覧、スタティスティカルコミュニケイ、オンザ2011、ナショナルエコノミックソーシャルデベロップメント。stats.gov, cn, ナショナルビューローオブスタティスティックスオブチャイナ、2012年4月6日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年9月5日閲覧、イルカタイパレ、フィンランドを世界一に導いた100の社会改革、フィンランドのソーシャルイノベーション後人の友社、2008年8月、ISBN 978から48億7555万5315、ヘルス、スタティスティックスフィンランド、2007年1月22日、閲覧、ありがとうございます。